今回もですね、出題されたらなんだっけとなるような問題を約2分ぐらいの講義で話していきます。どうぞよろしくお願いします。今日はですね、社会、地位、歴史や、理科のテストでひらがなに逃げてそれで間違う漢字についてです。小学校の時にね、先生のことをお母さんってね、呼んでしまって恥ずかしいってね、なったことがあります。ああ、気をつけないとねーって思って、で、家に帰って親を先生ってね、間違えて呼んでしまったことがありますね。どちらが恥ずかしいでしょうかね。そんなね、うっかり間違いが漢字にも起こるわけです。漢字で間違えたくない。ね、そう思うのは誰もがですね、思うことです。この問題は、漢字指定じゃないと、いうことで、漢字で間違うより、ひらがなで逃げて点を拾いに行ったものの、そのまま、どうやら読み方を間違えていたようで、結局間違えるという問題。そんな面白い漢字をいくつか紹介します。まず第一問、これですね。この漢字、何と読むでしょうか？これはですね、伊藤博文と読みますね。濁ってください。伊藤博文ではなく伊藤博文と呼びます。では次の問題です。これですね。これは何と読むでしょうか、ね、耳小骨、それとも耳小骨、どっちでしょうか。答えはですね、耳小骨です。次の問題、こちらは何でしょう。これは、獣毛と読みますね。乳毛ってね、読んで間違える子もいるのでね、もしあなたがそうであれば修正しておきましょうね。じゃんじゃん言ってみますよ。次、こちら。これは何と読むでしょうか。天体のところで出てくる漢字で、太陽の通り道の意味ですね。これ、行動でしょうか、それとも軌道でしょうか。答えは、行動です。次の問題、これ、何と読むでしょうか。この革命ね。これは、享保の革命と読みますね。享保と読まないようにしてくださいね。享保だとね、歩く革命という感じのね、ちょっとおかしなことになるし、あと、巨峰の革命だとね、ブドウの革命かよってね、なりますので、巨峰ですね。最後、これ、なんて読むでしょうか。これ、筑紫平野。筑紫平野。さあ、どっちでしょうか。これはね、筑紫平野と読みますね。これ間違えたらね、福岡の人がね、悲しみますので、ちゃんと覚えていきましょう。読み方もちゃんと覚えて、漢字もしっかり覚えると。まあ、今日はそういったお話でした。続きましてね、ゆりふわっと雑談程度の人生授業の2時間目です。今日はですね、恋をした時に言われたいことです。さあ今日はですね、海外冒険シリーズ、世界には楽しいことが広がっているのコーナー、ね、その中からカナダにいた時の話をします。注文したものが頼めないことがあります。英語力のなさにね、原因があると思いきや、それの裏側の原因に店員の接客があると私は思うんだ。英語の先生にね、こう This one please ってね、言えば注文できると聞いたことがある子がいると思います。しかしながらね、カウンター中心のコーヒーショップでは、メニューがね、壁に字で書いてあるだけで、レジの横にメニュー表がない時がありますね。マクドナルドなんかね、こうやってメニュー表がポンってあるでしょ。で、そうじゃなくてそういったメニューじゃなくて、壁の方にね、もうメニューが書いてあるとそういった、感じのお店。私の行ったね、コーヒーショップがそのようなメニューがね、そのようにね、メニューが書いてあるだけの店に入ったのね。で、その時に、まあ、This one please がもうね、使えないわけということですよね。で、指を指すメニューがそこにないから、まあ、That one please とかね、壁にある文字のところを、指すのもちょっと無理があると。だから、まあ、読みながらね、壁にあるやつを読みながら、まあ、ちゃんと発音しないと。いけないもんだから、そうするとどうなるかっていうと、店員さんにね、もう一回言ってもらえるかな？ん？もう一回ってね、そういうふうに店員さんに言われる。で、頑張るんだけれども、それでもうまく言えないもんだから、店員さんが、君の言っているのはこの商品かい？ってね、気を利かせて聞いてくれるんだよね。で、違うんだけど、まあそうそうそれって言ってしまい、欲しいものが買えないということが起こります。ね、違うならね、違うってね、言えばいいじゃんって、私はそれじゃなくて、別にそうじゃなくて、そのメニューじゃなくてってね、言えばいいじゃんってね、みんな思うんだけれど、そんなね、まあ簡単なことなんだけど、
簡単に思えることを難しくさせている理由があります。それがね、店員さんの接客。これがびっくりするほど笑顔がないんですよね。怒ってるわけではないんだろうけど、まあね、店員さんが私に言いますね。もう一回言ってもらえるかな?がね、笑顔がないと、なんて?は?もう一回?って脳が訳すわけ。なんかね、ビビっちゃうわけだな。そしたらね、まあ、ああ、じゃあ、すみません、それでいいですってね、感じで注文が決まると。伝説になりつつある、Mac のね、スマイル0円という無料のサービスがね、あったんだけれど、有料にしてもいいくらいのね、サービスなんじゃないかなって思ったりします、ね。参考までに、海外の人から言わせれば、日本の接客はね、こう、ヘラヘラしてて、そっちの方がおかしいよということだそうです、ね。言いたいことをも言えない日本人の欠点があるよね。自己主張が下手という日本人の欠点があります。それを補うために、笑顔で相手が話しやすいという環境を作る思いやりが日本文化として育ったんじゃないかなと。相手がね、こういうことを言いたいのかなという相手の気持ちを考えることが小学校から教えられてきてます。相手の言わんとすることをね、分かってあげるということが日本人は優れていると。そういった人のね、気持ちを分かろうとするスペックが、外国人より高いと思うんですよね。言わなきゃわからない。ね。その通りなんですが、私は欠点とも言われる日本人の文化も好きです。最後にですね、言われたい言葉を一つ紹介します。それはね、恋に関する言われたい一言です。それは、言わなくてもわかるでしょ。または、言わなくてもわかるだろう。とね、まあそんな風にね、言われたくないですかね。これはっきり物を言わない日本文化の最高傑作だと思うんですけど、いかがでしょうかね。今日もね、見ていただいてありがとうございます。今日はね、ひらがなについての話と、好きな人に言われたい一言の話でしたが、面白くね、見てもらえたら嬉しく思います。またね、友達で、苦手な人、そういったね、漢字とかね、ちょっと漢字間違いで困ってる人とかいたらね、教えてあげて、ここみんなで点数ね、上げていきましょう。時間があったらね、別の動画も用意していますので、よかったら、ご視聴いただければ嬉しく思います。今日もお時間いただきありがとうございます。